はようございます。 M&A ベストパートナーズチャンネル MC の佐田志保です。今回はアドバイザーさんに一日密着ということで、朝の東京駅にやってきました。さあ、数ある M&A 仲介会社の中でもそれぞれの業務スタイルがあると思うんですが、 MABB の場合はどういったスタイルなんでしょうか。今回もしっかりと深掘りしていきたいと思います。方じゃないでしょうか。おはようございます。本日一日密着をさせていただきます、はい、MC の佐田と申します。よろしくお願いします。 MABT アドバイザーの岡田拓也と申します。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、今朝9時ですけれども、はい、大体このくらいの時間に出社されるんですか。そうですね、朝一早い時間であれば、はい、直接お客様のところに行くこともあるんですけど、アポに直接、はい、今日は一旦オフィスの方に行きたいと思います。このままオフィスに、はい、では私も同行させていただいてよろしいでしょうか。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい。さあ、ということでオフィスにやってまいりました。はい、意外と人少ないんですね。そうですね、今日はまあ、人が少ない方で、はい、まあ、普段営業マンの出社義務ないので、まあ、今日だとそうですね、直行でお客様の方に行ったりとか、はい、まあ、自宅でリモートで仕事をしていることがほとんどかなというふうに思います。なるほど、自由に働き方が選べるんですね。はい、はい、そうです。いや、でもやはりこの綺麗なオフィスに来ると気分が上がりますね。そうですね、うん。ではここで改めて岡田さんの自己紹介をお願いいたします。はい、改めまして MABP アドバイザーの岡田拓也と申します。前職キーエンスという会社で勤めてまして、今は32歳の年になりまして、まあ、弊社事業特化という形で、まあ、3つの大きな分野で展開してるんですが、その中でヘルスケアというチームでアドバイザーやっております。本日はよろしくお願いします。いかがですか、この MABP で働いてみて。そうですね、会社の成長速度があまりにも早すぎてですね、はい、まあ、自分自身なかなか追いつけてないところもあるんですけど、いよいよ、はい、まあ、できるだけ、はい、オーナー様の力になれるように、はい、まあ、精一杯頑張っているところです。そうですか、はい、やはりオーナー様から制約に至って感謝の言葉をいただけるところですとか、はい、オーナー様のいろんな経験、さまざまな経験されていらっしゃる、その話をやっぱり聞けるっていうことがですね、まあ、自分にとってすごい、まあ、力にもなりますし、まあ、仕事をやっていく上でもすごいやりがいを感じているところです。はい、さあ、今日は岡田さんの一日密着ということですので、まずは今日の岡田さんのスケジュール教えていただいてもよろしいですか。はい、今日はそうですね、朝ズームの面談が1件入ってまして、はい、で昼から1件外のお客さんのオフィスに訪問して面談、あとはちょっと時間があれば、はい、はい、まあ、ジムでも行けたらなと思っていて充実した、はい、で明日ちょっと関西の方に出張なので、はい、まあ、そのまま夜は新幹線で、はい、はい、関西の方に向かいます。前乗りをしてということで、はい、なるほど。ということはアポは今日は2件ということですかね、はい、どのくらいあることが多いんですか。そうですね、まあ、基本 2,3 件がベースで1日アポイント入れてまして、はいはい、で間に資料作成ですとか、うんうん、まあ、ちょっとこう案件が重なってきたらば、はい、アポ1件にしたりとかですね、うんうん、まあ、そのあたりも案件ベースで調整しながらアポイント組んでます、はい、なるほど、はい、一人一人のお客様にしっかり向き合えるっていうようなことなんですかね。そうですね、はい、おっしゃる通りで、うん、まあ、時間を割いて、はい、しっかりと話し込める時間っていうのをゆっくり取れるっていうのは、はい、いいかもしれませんね。なるほど、はい、ちなみに今日岡田さんは朝何時に起床されたんですか。今日はそうですね、6時過ぎぐらいに起きまして。早いですね。そうですか、はい。でちょっとまあ朝子供と少し、はい、遊びの相手をしながらですね、はい、そのまま出社してきた感じです。あ、そうですか、はい、お子さんいらっしゃるんですね。はい、4歳と2歳の、はい、息子と娘になります。あ、そうですか。バイバイ。行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。かわいいんじゃないですか。そ
そうですね、やんちゃすぎて、こちらの体力がやられます。家族との時間、プライベートも大切にできるっていうのは、お仕事をする上ですごく大事ですよね。はい、そうですね、おっしゃる通りで、プライベートも仕事も、充実させてこそだと思いますので、はい、そこの両立できるように頑張っていきたいと思います。はい。今日はまず Zoom のアポということなんですが、はい、どういったアポですか？今日はですね、初回の、ご面談ということで、はい、介護業界のお客様と初めての面談になります、うん、あ、そうなんですね、はい、まあ、そもそもそのお客様とはどういった流れで今日初めてお話しすることになったんですか？はい、これも MAVP の一つの特徴だと思うんですけど、はい、インサイドセールスチームという電話、テレアポ部隊がいまして、はい、彼らがコンタクトを取っていただいて、機会をいただいた、はい、アポイントになっています。なるほど、そういったアポイントをしてくれる部署があるっていうのは、はい、こうやはりアドバイザーとしては働きやすさにつながってますか？そうですね、大変助かってます。あ、そうですか。外向きの仕事に、時間をかけたいという思いもあってですね、はいはい、インサイドセールスチームの方々には大いに活躍してもらっています、うん、なるほど、はい、それも MAVP の特徴ですよね。そうだと思いますね。はい、ではこれからアポイントということで、はい、私は退出させていただきますね。また後ほど。はい、頑張ってください、はい、失礼いたします。さあ、Zoom のアポが無事終わられたということで、はい、いかがでしたか？初回の面談ということもあってですね、はい、うまく説明できた部分もありましたけれども、まだまだやはり時間の足りないところもありましたので、はい、次はぜひ対面ということで、はい、先の予定を押さえさせていただきました。はい、初回のアポで心がけていることってあるんですか？やはり第一印象ってすごく大事なのかなと思いますので、はい、会社の紹介、あと自分の紹介、はいはい、あとは誠実な会話対応っていうところを意識してやっております。さあ、これからアポに向かうということで、はい、今回はどういったアポなんでしょうか？はい、今回はですね、はい、かれこれ、相当数十何回と面談を重ねているオーナー様でして、はい、今ちょうどフェーズとしましては譲り受け企業様から譲渡オーナー様へ譲り受けの意向を出されて、譲渡オーナー様がそれに対して OK の返答をされた後の買収監査というフェーズなんですけど、はい、実際対面で、はい、お会いしてご質問に対する回答を、はい、得ていきたいなというふうに思っているところです。なるほど、はい、確かにそれこそもうメールだったり Zoom でもできそうですけれども、はい、もうそこはきちんと会いに行くんですね。そうですね、今ちょうどその買収監査というフェーズは、最後の山場かなというふうに思っていますので、はい、会話を通してお話をさせてもらった方がよろしいかなというふうに思っております。なるほど、もうそこは岡田さんの仕事でこだわっているポイントなんですか？そうですね、できれば足で稼いでっていうのもありますし、重要なフェーズはやはり対面でされるっていうのが多いんじゃないのかなと思います。そうですか、はい、M&A が成立するまでに、はい、こうどういった流れでどのくらいの期間かかることが多いんですか？本当に案件によってまちまちだと思うんですけど、はい、過去早くてですね、4、5ヶ月で制約をした案件もありましたし、はい、ちょうど今進めさせていただいているのはですね、それこそ1年ほど前に、はい、初めてお会いさせていただいたオーナー様だったりしますので、オーナー様のお気持ち、あとタイミングっていうところでまちまちかなと思います。結構あったかい人のつながりっていうのを大事にされてるのかなと思ったんですけど、まさに M&A はもう本当人のつながりだと思っていますので、はい、信頼関係ですとか、誠実さですとか、人の部分っていうのをおそらくオーナー様も 大切にされていると思いますので、私もそのあたりはですね、やはり意識的に関係性を強めていきたいと思っています。そうなんですね、はい、これまでに印象に残っているお客様だったり制約ってありましたか？はい、とある制約したお客様から言われた言葉なんですけど、はい、その当時電話私でしてた時があったんですが、はい、社長お一人のタイミングがあって、はい、そのタイミングでたまたま取った電話、今後の継続っていうところも考えてらっしゃったっていうタイミングで、ふとじゃあ会ってみようと、はい、本当タイミングがドンピシャにあったからこそできたと、はい、もしそうじゃなかったらば今岡田君にも出会えてなくて、今でもしてなかったよっていうふうに言われたのはですね、すごいご印象に残ってまして、これも縁の仕事かなというふうに思っています。なるほど、人とのつながりが大事だからこそ、そういったもタイミング縁っていうのも大事なんですね、はい、そうですね。
でも本当にお話しして思いますけど、はい、岡田さん本当気さくな方ですよね。そんなことです。真面目っていうイメージが以前はあったんですが、はい、今日お会いしてなんだかそのイメージも変わった気がします。真面目ですよ。真面目なのは分かりますよ。でもこう人の心にこう飛び込む温かさだったり、はい、ありがとうございます。はい、親しみやすさっていうのがすごくあるなと思いました。ありがとうございます。ではこちらで到着ということですね。はい。行ってらっしゃいませ。今から行ってまいりたいと思います。はい。じゃあ行ってきます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。戻られました。お疲れ様でした。今日のアポはどんな感じでしたか？そうですね、まあ、少し難しい譲り受け企業様からの質問もあったんですけど、はい、上等オーナー様も、うんうん、まあ、しっかり真摯に答えていただいて、はい、なんとか回答をしっかりと得ることができたかなと思います。やはりアポがうまくいくとほっとしますか？そうですね、結構緊張してたんですけど。あ、そうですか。重要なフェーズだったんで、はい、なんとかうまくいけそうです。はい、よかったです、はい、笑顔からそれが物語ってますね。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。では岡田さん、この後は、はい、この後会社に戻ってですね、はい、ここら辺でコンビニでおにぎりでも食べさせてもらえたらなと思います。ランチタイムですね。ランチタイムです。結構こうおにぎりでっていうのはパパッと済ませてっていうことですかね？そうですね、まあ、ちょっと忙しいタイミングとかですね、はい、アポの合間、うんうん、時間なければもうどうしてもそうなっちゃうことが多いかなと思いますね。なるほど、はい、じゃあちょっともう時間もないので急いで戻りましょうか。はい、お願いします。はい、お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、ここでかけるわけですね、はい。さあ、ということで岡田さんのランチタイムにお邪魔しております。お食事中すみません。いい、足りますか？1個じゃ足りないですね。本当ならお肉食べてですね。お肉を本当ならここにプロテインがあれば鍛えてらっしゃるんですもんね。このお昼を食べたら今度はどんなご予定なんですか？昼からは面談を入れてませんので、はい、資料をお預かりした資料をもとに株価の算定させてもらったりとか、はい、まあ、企業様の概要書を作るようなそういった資料作成の時間に当てたいと思います。なるほど、デスクワークということですね。わ、はい、かりました。私はここで密着は終了となるんですけれども、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。カメラの方は引き続き密着させていただきますので、はい、ありがとうございました。ということで先日は一日密着させていただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。密着どうでしたか？そうですね、普段一人で、はい、行ってるもんですから、はい、結構緊張することもあったんですけど。あ、本当ですか？まあまあ楽しく、はい、やらせていただきました。後ほどジムに、ねね、行かれたということで、はい、余ったのでジムに行ってきました。はい、はい、ちょっとその映像があるのでちょっと見ていきながらお話を伺いたいと思います。はい、こちらはよく行かれるジムなんですか？はい、そうですね、うん、まあ、週1から週3、行けて3ぐらいは行ってます。はい、あ、結構行かれますね。時間があればできるだけ行くようにしてます。うん、お、1回でどのくらい、何時間くらいいるんですか？ざっと1時間から1時間半ぐらい。あ、でもじゃあガッと追い込んで。あ、そうですね。で、これはどの部分を鍛えてるんでしょうか？これはですね、主に腕、腕、はい、肩あたりを重点的にやらせていただきました。結構きつくないですかこれ？そうですね、1時間やっぱやっちゃうと、はい、腕パンパンになって、うん、はい、カバンとか重たいもの入ってたら結構大変ですね。はい、あ、着実にビルドアップと言いますか、はいはい、もう少し頑張ってみます。おー、いいですね。でもそうやって趣味の時間を大切にできるっていうのもこの MABP ならではですか？そうですね、やっぱり時間の使い方自由に自分で設定できますので、はい、あとはやっぱり仕事ばかりでもなかなかこう息詰まるところがあるので。あ、そうですよね、はい、まあ、筋トレとか、はい、例えばランニングとかは、はい、全て忘れながら目の前のことに集中できるっていう、うん、その環境が、まあ、すごくいいんじゃないのかなと思いますね。なるほど、はい、じゃあ仕事にもプラスの要素が働いているということなんですかね？そうですね、大いにあると思いますね。うん、でも筋トレ仲間がいるとこう励みになりそうですね。そうですね、今ちょっと勧誘してるところです。なるほど。
じゃこのチャンネルでちょっとまた新たなね、はい、アドバイザーの方も仲間を募集しています募集中です、はい、ということですでそしてその後はこれどちらに行かれたんですか。こちらはですね、はい、大阪の方に出張で、はい、行ってまいりました。大阪に出張ということで、はい、それはどういった目的で。まあ、メインはまあ、トップ面談という形で、まあ、オーナー様同士ですね、まあ、その面談を設定してましたので、はい、そのアポイントがメインで大阪の方に行っておりました。今から新幹線で大阪の方に出張行ってきます。どうもありがとうございました。では最後に岡田さんの今後の目標を教えてください。はい、まあ、M&A という、まあ、MABP での目標としましては、はい、やはり一件でも多くの、はい、事業オーナー様の制約のお手伝いをしたいということで、はいはい、そこに邁進していきたいと思っています。うん、MABP 自体が、はい、日本一経営者を輩出する企業というところを理念に掲げてやってますので、はい、その中で私今日本酒のビジネスを、はい、ちょうどスタートさせ始めたところでして、はいはい、まあ、京都のお米を使って、うん、京都だけで完結できるお酒っていうのを、はい、まあ、全国および世界に向けて、うん、販売していきたいなというふうに思っております。なので MABP の仕事も、はい、もちろん本気でやりながらですね、まあ、自分がやってるビジネスも本気でやりながら、はい、どちらもうまく回していけるようにですね、はいはい、やっていきたいなっていうのは目標の一つです。ありがとうございます。はい、MABP での活躍、そしてご自身のビジネスの飛躍、はい、プライベートも大切にしつつという、本当に岡田さんの今日の一日が詰まったような目標でもありますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、ということで今回は MABP のアドバイザーに一日密着ということで、岡田さんの一日を密着させていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。密着させていただいた岡田さん、とっても忙しそうだったんですが、そんな中でもとっても前向きに、一生懸命楽しんで仕事に取り組んでいらっしゃるんだなというのがとても伝わってきました。今回で M&A ベストパートナーズでの働き方というのがより具体的に見えてきたんじゃないかなと思います。ということで、今後も M&A ベストパートナーズチャンネルでは様々な企画を発信していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。